こんにちは。ご視聴ありがとうございます。 APS エアソフトの AKS74 電動ガンを紹介します。ガンスミスバトンさんで JSG の認可済み。この商品はホビーショップフロンティアさんの中古コーナーで売られていた製品です。2023年10月にレビューします。全長は約94センチ、ストックを縮めると約71センチ、重量は約 3.1キロ、重量感を感じます。マガジンは 223g、 外装金属です。上が開いて玉をジャラジャラ入れて下で巻くタイプです。 AK スタンダード AK のマガジンで互換性ありそうな形しています。ハイダー見ますね。思いっきり横に穴が開いていて、上から見るとこう、上のピンを押して回しましょうか。結構長い。あ、バレルここまで来てるんですね。14ミリ逆ネジですかね。はい、14ミリ逆ネジのサイレンサーつきましたね。こんな感じになります。上から見るとこの長いハイダーが印象的ですね。サイト見ます。フロントサイトポストしっかりついてます。これ左右叩いて調整はなさそうですね。上下調整できそう。リアサイト片側が押せて、それで高さの調整ができますと。はい、リアのノッチがすごいちっちゃい。おお、かなりシビアですね。いいかも。タイトです。ハンドガード、これリアルウッドですかね。すごい落ち着いた色合いが綺麗ですね。取れるのかな。回して、はい、上の部分が外れますね。いいですね、リアルウッド。ガタつきとかないですね。すごくしっかりついてます。刻印、左側のフレームに数字とアルファベット、トリガーの上にメイドインチャイナ、反対側にバトンの刻印。セレクターの動き見ますね。あ、すごい軽い力、なおかつクリック感もあって操作しやすいですね。フルで止めるのもやりやすいと思います。チャージングハンドル、セーフティーかけた状態、特に変わらないですかね。で、こちらでホップの調整ができます。あ、ホップの調整やりやすいですね。これでマックスかな。軽い力で動きます。マガジンキャッチレバーを前に倒すと、よいしょ。あ、自重でこれ落ちるかもしれないですね。で、マガジン、あ、入れるところ平らなので、こうリロードするときに前滑らせるとき楽に入りますね。あ、これはリロードしやすいかも。はい、フレームの左側にはレールがあって、まあ、ここを返してマウントとかつけれそうですよね。グリップ見ますね。やっぱり電動なんでね、かなりしっかりした感じですね。はい、まあ、握ると、まあ、大きくしっかり握れる感じですかね。メタルのホールディングストックを見ます。ストック畳むにはフレーム基部にあるボタン、あ、軽い力で押せますね。そして回し込んで、このフレーム側にある突起の部分、これで、はい、しっかり固定されます。で、戻す際には引っ張って、あ、引っ張っていけますね。で、展開してパチンと止まると、うん、ほとんどあまりガタつきとかないですね。バッテリー入れますね。 7.4V のリポバッテリー、電圧は 8.3V。 カバーを外します。バッテリーつないで、これなんかブローバックするみたいで、ここ動くんですよね。なんでこれに干渉しないように。これでどうでしょうね。ちょっと動かしてみようかな。あ、大丈夫そうですね。弾入れますね。 0.2 のバイオ弾ボンド巻きましょうか。30秒ぐらいかな。カチカチ言うところまで。あ、まあ、
1分弱ぐらいで、今あれ、あ、カチカチ言いますね。はい、完了。エアガン競技 APS カップもあと15メートル先に置きました。ちょっとホップかけないとかなりドロップしてるのがありましたね。ちょっとこれ、あ、当たってんのか。こうコネクタがちょっと当たっててブローバックがあれかな。あ、かなりホップ伸びてますね。ここか。ここがね、ぴょこぴょこ動くとやっぱり全然感じ違いますね。面白い。もうちょい少なくてもいいのかな。あ、ちょうどいい感じですね。ちょっと落ちかけぐらいが私の好みなんで、これでいいと思います。なんかこう引き切りの瞬間ちょっと勝ちっていう感じがあって分かりやすくていいですね。うん、ランドも素直だし、なんか打ってる感があって楽しいですね。初速測りますね。適正玉 0.2g、 72.5、 71.9、 71.3、 73.2、 71.7、 72、 72.5、 72.8、 71.7、 72.4。 0にします。 74.2、 75.2、 73.2、 だいたいマックス49.8、 50.4、 51、 大体適正で 13.8 発毎秒ぐらいですかね。発射音見ますね。50センチ離して 94.4 真横、 107.9、 重厚は 109.3 デシベルでした。スティールチャレンジをラウンドアバウト打ちます。うん、なんかそんなレスポンス悪くないですね。あの、なんかトリガーの引き切りがね、なんかちょっと心地いいですね。はい、エアガン競技 APS カップブルーザイ打ちます。まず上にある三角形さん、久しぶりに打ってみましょうか。逆いるとこです。まあ、大体合ってるみたいですね。はい、フロントね、ちっちゃくてすごく狙いやすかったですね。やっぱ引き切りがね、こう視野が落ちる感覚ではないですけど、なんかちょっと分かりやすくて良かったですね。若干左だったけどグルーピングいいですね。ホップ見ましょうか。球 0.2g でいきます。まずホップ0で打つと全然届かないし、マックスにしたら上がるけど、もう初速はあれなんで、もう40飛
届くけど、ちょっと落ち始めたりしてます。ちょっと上げて。やっぱ山なりですよ。もうちょい下げようか。まあ、ちょっと弱い感じだけど、当てやすいんでこれでいきますよ。なのでちょっと上目狙って。もうちょい上げる。まあ、これでいきます。ちょっとね、ある程度山なりにしないと40厳しいみたいですね。次2号で打ちます。大丈夫かな、そのまま打つと。やっぱりホップ弱いですね。マックスだと、あーもうちょっと2号厳しいかもしれないですね。あんまりやりすぎるとダメですね。40ちょっと飛ばすの2号じゃ無理かも。これが一番飛んでる感じですかね。だから40かなり上持って狙う感じなんで、これ2までですね。まあ20はいいけど、30でもちょっと落ち始めて、40かなり打たないといけない、上打たないといけないんで、まあちょっと25はやめときますね。AKS74、この大きいハイダーかっこいいですよね。まあ以前にもね、 AKS74 いっぱい紹介してるので、ぜひ他もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。